グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。レアルマドリードはリーガエスパニョーからイングランドプレミアリーグへの渡るを検討していると一部メディアで報じられ、が、全くの事実無根であるとして、公式声明で定めした。今シーズンのレアルマドリーはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試しみ中、マドリーが、プレミアリーグへ移ることを、打ちしていると14日付で報じたのはスペイン、ムドデポルティボが見。同紙が、独占情報として得たところによれば、マドリーは他リーグ渡る、を、非常に真剣に検討しており、プレミアリーが、第一希望ではあるが、イタリアのセリエ A や、いつのブンデスリーガも移籍先の候補だと、出ている。マドリーが、リーガ脱退を望んでいい、とされる理由は、リーガのハビエル・テバス、長との対立の深刻化にある。マドリーのフロンティーノ・ペレス会長が、中心的存在の位置となって提唱した、欧州スーパーリーグ構想をめぐる衝突に続いて、先日にはリーガが、CVC キャタルパートナーズからの投資受け入れを決したことに、マドリーが反発し、テバス会長、対する法的措置を取ることを発表していた。がマドリーが他リーグへ移籍するという方に対してはそのテバス会長も公式ツイッターアカウントで反応し、最近は馬鹿げた話バカと一緒に付した。続いて、マドリーも公式声明出して報道を否定している。本日ムンドでルティボ氏で報じられた情報について、我々のラブが、ラリーガからプレミアへ移ること、検討しているとされているが、全くの虚偽で、リバカげており、不可能だ。我々のクラブを混乱、せようとするものでしかないとクラブによ、声明は述べている。両。